昨日から始まった全国学校給食週間に合わせて、朝来市では今週1週間に提供される地元食材を使った給食の中から一番おいしかったメニューを選ぶ総選挙が始まりました。朝来市では普段から食育の一環として給食に地元の食材を使用して食と地域への関心が高まるよう工夫がされていて、毎年全国学校給食週間には特別メニューが提供されています。今年は地元食材を使った1週間の給食の中から一番人気のメニューを選ぶ総選挙を企画。市内の小中学校では今日の給食に朝来市を代表する岩津ネギとハーブなどを加えた飼料で育てた田島鶏を使ったメニューが用意されました。いただきます。いただきます。他にも朝来市で採れた白菜や地元産の味噌なども使用されています。給食は人気で、おかわりをめぐって小さな声でじゃんけんで勝負する児童もいました。あんまり家とかではやっぱああいうなんかスパイスとかああいうやっぱちょっと困難みたいなやつはないんで、やっぱ美味しいです。他のメニューは楽しみです。しっかりご飯と合って三角食べをしても合っていたから、僕はまあこの給食もいいなって思ってまた食べたいなと思いました。そんなネギ好きじゃないんです。はい、美味しかったです。普段食べないものとかあるのでなんかすごい楽しみです。この1週間を通して子どもたちに朝来市の特産品だけでなく田島のおいしいものや、そして兵庫県のおいしいものをたくさん味わってもらえる1週間になればいいなと思います。明日以降も田島牛や八日豚などの地元食材を使った給食が用意され、総選挙は今週金曜日から来週火曜日にかけて投票が行われる予定です。